はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。もうすぐ12日でございまして、3月は18日の月曜日ですね。今日まったりしたいんですけど、ちょっと温度低いんですよね。千代田区は12度で、この部屋は18度ですか。まあ暖房入れようかな、かなっていう感じですけどね。暖房入れた方がビールは美味しいんで、暖房入れるかな、やっぱし。はい。ですね、特にですね、大きな動きはないんですけどね。あれがですね、日経平均は午前は813円高で引けてまして、まだ5番は始まりませんね。で、香港ハンセンはプラに転じましたか。6は 63.86。 ちょっと上海を見てみましょうか。上海も空いてるはずなんですけども、上海の方が早い。上海は今日は動きほぼなしですね。プラス11、3066を保っております。はい。で、ドルウォンもですね、1331ということでして、ふんふんという感じですね。はい。で、本題は日本の政治でございまして、産経新聞にこれは昨日出た伊藤辰巳さんというですね、政治ジャーナリストですか、の方がお書きになっている、まあ論評でしょうか、論説でしょうかね。公明が衆院解散時期に言及、首相の専権事項に口出し、自公連立に限界の兆しもというタイトルでして、ちょっと読んでいきましょうか。来年度予算の年度内成立が確実なものになったことで、永田町ではにわかに解散観測が強くなっている。こうした中、公明党の山口那津男代表は5日の記者会見で、信頼回復するトレンドを作り出さない限り解散すべきでないと述べた。石井啓一幹事長も10日放送の BS テレ東の番組で、自民党の総裁選後の9月解散の可能性が高いとの見通しを示す一方、国会会期末での解散について、自民党の派閥政治資金パーティー問題に対するしっかりとした再発防止策を講じた上で、内閣支持率が向上していく流れができるかどうかだと否定的な見解を示したと。もう公明党の、ね、首脳が言うてるわけですよ。これらの発言は解散に向けた動きを牽制するのが目的だろう。首相の専権事項である解散権の行使に予断を与えるような発言はしないというのが責任ある立場にあるもののたしなみというものだ。連立与党の党首幹事長である両氏はそのことを知らないだろうか。それとも首相をないがしろにする意図であえて発言しているのか。昨年、公明党と自民党との関係は大きく揺らいだ。小選挙区における両党の公認調整が進まないことに苛立ち、5月には石井幹事長が記者団の前で、東京における自公の信頼関係は地に落ちたと激しい言葉で自民党を批判した。その後、関係を修復した形となったものの、そこまで言うのであれば連立を離脱して叱るべきではなかったのか。7月にも内閣改造に際し、あからさまに国交省のポストを要求した。これもまた閣僚人事権に対する介入で、首相の顔に泥を塗るに等しい態度と言えると。だいぶお怒りでございますね、この伊藤先生。本来水と油とも言える両党がほぼ四半世紀にわたって協力関係を維持できたのは、お互いに相手の立場を尊重し、対処交渉から妥協点を見出してきたからだ。しかし最近の公明党からはそうした大人の態度が失われつつあるのではないかと。まあ以下続くんですけど、これくらいにしておきましょう。あのね、前から申し上げている通りですね、この自民党と公明党がね、連立する意味はようわからん。まあ意味はね、ただ一つ選挙だけなんですよ。選挙で自民党の自民党の候補者が投票するためには、当選するためにはですね、1選挙区に1万人から1万5千人いると言われる創価学会の票を足してほしいというのが自民党側のあれですね、要望ですね。で、公明党からすると連立を組んで、ですね、政策に影響を与えたい。ということなんでしょうけども、実際は創価学会という宗教団体を守りたいということに尽きると思います。
昔はですね、池田大作を承認喚問せとかって自民党の先生方言ってたんですよ。もう30年ぐらい前はですね。でそれを守るが、まあ、そういうことにならないためにですね、政権側に入っているというのが正直なところだと思います。で世間もそう見てます。で情けないのは自民党なんですよ。そのね、1万から1万5千を足してもらわなければですね、当選できないんだったら落ちろお前らと私は思いますよ。あの創価学会なんて基本的に政治のことは何も考えてないわけなんですよ。うん、私から言わせたらね、こうなんていうのかな、あの親が、あの2世は、まあ、分かりますけども、いい大人がね、あそこに入るっていうのはね、やっぱり自分の考え、自分の頭でものを考えられないタイプの人が多いと思うんですね。なんでですね、まあ、言うてみりゃですね、まあ、まあまあ不動票みたいな、元は不動票みたいなもんでしょう。それを足してもらわなければ当選できないやったらね、当選しひんかったらね、もうはっきり言って。ものすごくね、だからいびつになってると思いますよ。自民党政権のこうあり方が。で、こんなことを、ね、言わしてるわけですよ。で、公明党はですね、選挙をしたくないんですね。できるだけ伸ばしたいわけです。なぜかというとですね、選挙やるのはしんどいからなんです。まあ、だから学会のですね、集票マシンをぐるっと回さなあかんわけでしょ、ぐるぐるっと。それって非常にこうヘビーなことであってですね、できれば選挙は少ない方がいいというのが公明党の本来なんですね。別にそんな選挙でね、ガンガンやらなければいい、やらなければええやんと思いますけど、彼らにとってそれがですね、組織を維持する一番のこうあれな、まあ、手法なわけですね。でも本音としてはやりたくないわけです。しんどいから、お金もかかるし。で今学会はですね、どんどんですね、人が減ってるんですね。当たり前ですけど、このですね、成熟した日本社会においてですね、何か不安を覚えてですね、宗教にすがるという人は少なくなってるんです。当たり前や、そんな。そうでしょ。それでですね、そのなんていうのかな、宗教2世も離れていく傾向にあったりもするわけだって。やっぱり世間からですね、秘書っていう目で見られてるわけでしょ。でそれもだんだんですね、こう答えてきてるんちゃうかなと。だから新たにですね、こう大人になってからですね、入信するという人がですね、今ものすごく少ないと思います。なんでこの先組織は細っていくと。でも維持しなければならないと。だからですね、選挙は少ない方がいいというのが彼らの基本的な発想ではないかと私は思いますね。だからですね、その今は解散せえへん方がええでって、今は解散すべきちゃうでとかって、それらしいことを口にするわけですよ。ふんっていう感じですよ。連立解消したらいいんですよ。ほんまに公明党なんかと連立してるとね、いつまでも憲法も改正できませんよ。公明党って何の政策もないんですけど、ただバカの一つ覚えに平和平和平和って言ってますよ。そんな政策ちゃいますよ、はっきり言って。平和なんてね、そんなもん自民党から共産党までみんな平和って言うやん。そんな戦争なんかに巻き込まれないのが一番でしょ。そんな政策ちゃうて、ほんまに。だからあそこは公明党っていうのは政党ちゃうんですよ。他の宗教団体なんですよ。宗教団体で、しかもですね、自分の頭でものを考えられない連中がいっぱいいるんでですね、ほぼそいつらが仕切ってるんで、政党にはなり得ないわけなんです。ドイツにはキリスト教民主党ってあるんですけど、一応キリスト教をベースにしてるんですけども、立派な政治団体ですよ。何年も何十年も政権を運営してきましたし、まあ中道保守かな、いやいや、今は SPD というですね、まあ社会人民党ですか、なんかそんなんか握ってますけども、公明党はね、政党ちゃいます。あれただの宗教団体が議席を持ってるだけの集団なんです。そんなんにくっついてね、それの協力を得られなければですね、政権が維持できないやったら掘り出すよ、そんなもん、はっきり言って情けない。去年ね、本当にこう喧嘩をしてましたけども、結局ね、そんなあれなんですよ。最後はですね、お互い妥協してですね、そうなんていうか、野合なわけですよ、野合。ほんまに。言い方悪いですけどもですね。いや、だからそう、公明党との連立を解消しないとですね、なんか、いつまでも健全な自民党的な保守政党の政治ができないんちゃうかなという気はしますけどね。
掘り出してもですね、あのついてくるんちゃいますか。下駄の雪ですからね、踏まれても踏まれてもついてくるですから、お前らの言うことなんか聞かへんわえって一回言うたったらいいですよ、ほんまに。ということで、この産経新聞のアドレスを一応貼っておきます。皆さんどうもありがとうございました。